はい、デュエリストの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、先日行いました、NR エンジョイルームにおける神試合、4試合ほどまとめてきたので、ご紹介していきたいなというふうに思っております。レアリティがノーマルとレアしか使ってはいけないという超特殊なレギュレーションで行ったルームで、ものすごいね、神試合がね、いくつか起こったんですよ。こちらをですね、ハイライトでお届けしていきたいと思います。デュエル、スタンバイ。勝ちって書いてる。勝ちって書いてるわ。これは手札勝ちって書いてる。さすがに勝った。こいつだ。モンスターを召喚。スピードロイド。おお、いいじゃない。なかなかやるじゃない。モンスターを、モンスター効果。赤めのダイス、いいだろう。さあ、レベル6になって、6と1で進化召喚。忍び足、なかなか強そうなカード入ってるな。ダイレクトアタックができるのはお前だけじゃないっていうことを見せてやるぞ。お前来すぎなんだよ。いけエレキングコブラ召喚。モンスターを攻撃表示で召喚。おっと、鎖つやばやべえカードつけられたんだけど、こいつはこのカードは、守備力が攻撃力をアップするっていうやつですね。殴られた時、はいはいはい、いいですよ。カードをセット、カードをセット、バトル、バトルだ。イケエレキングコブラの攻撃、こいつの攻撃はえげつない、こいつの攻撃はえげつないぞ。世にもたやすく、おや、何リバースカードオープン、何トラップ発動、貴様やるじゃないか。ただ俺のバトルフェーズはまだ終了してないぜ。フォトンリードの効果発動、エレキングコブラを召喚。いけエレキングコブラでダイレクトアタック、いともたやすく行われるえげつない行為。そしてエレキングコブラの効果を発動、もちろんエレキリンを持ってきたぜ。ターンは終了だ。ターンエンドだ。俺のターンだ。さあ、せいぜいモンスターを除去することだな。そうですよ、全然大丈夫です。ただし、注視ください。嫌われる可能性があります。バトルステップ、ホーリーライフバリアを発動。残念だったな。このターン俺の戦闘ダメージはゼロになり、このターンモンスターは戦闘では破壊されない。そして手札にはエレキングコブラがいる。ドロー、最強だ。カードをセット、エレキングコブラを召喚、攻撃表示に変更。このモンスターたちは全員ダイレクトアタックをすることができる。くらえ、エレキングコブラ A の攻撃。こいつの攻撃はえげつないぞ。エレキングコブラの効果発動。こいつの攻撃はえげつないぞ。人間のやっていいことじゃねえ。モンスターでダイレクトアタック、うお気持ちいいぜ。勇気、勇様との戦いは究極の闇のゲームだ。デュエル、デュエルだ。カードをセット、モンスターをセット、カードをセット、カードをセット、ターンを終了、ターンエンドだ。俺のターンだ。カードを引くぜ。さあ、このモンスターを破壊してくれ、遊戯。手札から魔法、強そう。強そう、強そう、強そう。それはそれは強そう。そいつは強そうだ。手札からライトロードの新池、何モブが使ってくるカードじゃないか、これ。なんだっけ、だからライトロード、てかなの、ライトロードモンスター一体墓所食って、そのモンスター以外の自分の墓所のライトロードモンスターを手札に加えると。はい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 。あー、なるほどね。で、ルミナスを手札に加える。なるほど。はい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 。なるほどなるほどなるほど。あ、これやばいか、これもしかして7シンクロされる。俺はね、デストロイサムライっていうモンスターめっちゃ苦手なんですけど。さあ、これ、あ、やった、モンスターセット、危なかった。よかった。死ぬかと思った。頼む、モンスター来てくれ。頼む、モンスター来い。ドロー。ドロー。分かってんじゃねえか、お前。分かってんじゃねえか。エレキリンを攻撃表示で召喚。
モンスターを攻撃表示で召喚。力つけていいか、もう力つけに行っていいか、これ力つける説あんな、結構力つける説、力つけよ。手札から褒美魔法発動。よし、エレキリンを装備していくぜ。そしてこれでこのままバトルフェーズに行くぜ。バトルだ、いけエレキリンの攻撃。いけ、モンスターでダイレクトアタック、装備魔法発動。装備魔法発動、装備魔法の効果に500ポイントアップし1700のダイレクトアタックをかますぜ。よし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 、ターンを終了するぜ。待ってればルーム入れるんですか。あ、2個あるんですけど、そっちも入れんかったら待ってください。1個目と2個目があります、ルームは。あ、ちなみに僕とやっていただいた方は抜けていただくとありがたいですね。うわ強そう、魔導雑貨商人、やばい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 、めっちゃ落とされるんじゃないこれ。うわーすげえいっぱい落ちてる。ライトレイギアグリード、ライトレイウォリアーガロス、サムルミナス、モンスター効果発動で、ミネルバ効果、ミネルバ発動。え、これデッキなくなったんじゃね、これなんかデッキなくなったの。これデッキなくなったの、これデッキなくなったの、これモンスターを、これやりすぎ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 、ユウギさん、ユウギさん、それやりすぎです、ユウギさん、それやりすぎですって、ユウギさん、いや調子乗るのいいですけど、それまたデッキ流れましたよ。回復する術あるんですか、これ。僕このターン耐えたら勝ちなんですけど、ユウギさん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 、壊せデストロイ、俺のカマハコーデロイ、俺お前の車ロールスロイスね、やばい、ライトロイディアボロス、ライトロイデッキ来た。ライトロイディアボロスは自分の墓地の光属性モンスターが5種類以上の場合特殊ができる。一旦一度自分の墓地の光属性モンスターを除外し、アイディブにセットされたカードを1枚を選択して、持ち主のデッキの一番上または一番下に持つ。なるほど、さあセットされたカードはどうする、魔法トラップカードか。ほう、どうするんだ。もちろんオーリーライバリアを発動するぜ。さあこのターン俺が受ける戦闘ダメージはゼロになる。どうする勇気、お前のデッキはゼロ枚。勇気さん、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 このターン僕ダメージゼロになります。このままだと勝ち目はないだろうな。ターン終了。ユウギさん、ユウギさん、行くぞ。僕のターン、僕のターン、超時空戦闘機ビッグバイパーを召喚。そしてスキル発動、僕の攻めは早いぞ。ビッグバイパーを、ビッグバイパー T301 に変身。カードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了。ターンエンド。誰やねんすぎるなこれ、誰やねんすぎるなこの飛行機。飛行機 VS これなんだ、ドラゴンか。出しましたからね自信を。おっと、おキモい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 、ブラックダスト、おいやめろ、疫病ウイルスがこの時期に発動していいカードじゃねえぞ。おい、この時期に発動していいカードじゃないからそれ。ダメだぞそれ。おお、やめろって。これあれだからな、コナミのイベントで使おうとして怒られたやつだからな俺が。なんだこいつ、ドラゴンキーブ強えの、不謹慎。不謹慎だぞこれは。よし、モンスターで攻撃。ふん、アヌミスの呪いを発動、お前のモンスターは守備表示になってもらう。トラックカード終了、発動、行くぞ。俺のターン、僕のターン、ドロー。なるほど、ビクトリーバイパーを攻撃表示で召喚。ビクトリーバイパー WX03、 このカードは、このカード自身以外の機械族光属性モンスターの攻撃力を1200ポイントアップできる。ビッグバイパーを攻撃表示変更、バトルフェイズ、バトル、いけビクトリーバイパー WX03 の攻撃、ファイヤーブラスター、読め
なに？リバースカードオープン。なに？お互いに攻撃を防いだようだな。ビッグワイパーはおとぎが使っていたらしいですよ。記憶はありませんかね。だから発動していいカードじゃねえんだって。それ発動していいカードじゃねえんだって。ソビオンスターのコントローラーの2回のエンドフェーズ時、ソビオンスターを破壊する。やばい、死ぬ。俺のビクトリーバイバイ死ぬ。何？ドラゴンゲームリリースされたら、攻守をゼロにして、聖国モンスターを特殊化できる。いいだろう、真竜の聖国院。お、そしてアセト、やばい。アセトをもちろん、なんだこれ。モンスターを特殊召喚。モンスター。あ、強い。こいつあるか。強い。アセトの効果で、リリースされた場合、また帝国ドラゴン族モンスターを攻守をゼロにして特殊召喚できる。うわ、強そう。めっちゃ強いよ。どうしたらいいのこれ。で、次のターンにこいつ死ぬってこと。一気に行くぞ。モンスター、トライデントドラギオン。やばい。このカードはフィールドのカードを破壊すると、なんか破壊した数だけなんか攻撃回数が増えるとかいう劇的にやばいカード。やばい。やばい、助けてー、バカめ。待てよ、攻撃を無効にして、攻撃を無効にしてもみたいか。これ無効にしてもみたいな。これ無効にしてもみたいな。意味ないな。これ意味ないわ。今何回攻撃できるの？でもこれ無効にするしかなくない？フォトライズ発動。フォトライズの効果によって攻撃力をアップするぜ。ただこいつはもう一回攻撃ができる。やばい、死んでしまう。ただフォトライズのおかげで俺のライフはあと残り800円まで守られたぜ。耐えたドロー。いらねえカード来た。助けてくれ、俺のライフは残り800しかないんだ。うわー、ミニチュアライズを発動。ミニチュアライズの効果によってトライデントドラギオンの打点を2200に下げていくが、俺のライフは残り800しかねえ。他にスキル何あるんだ。あれいたわ。なんかデッキマスター能力コマンダー最強スキルだった教えてやる。合体魔人将来。僕はあらゆるゲームに精通しているどんなゲーム。我らブロードピエール僕のターン。どないしよう、これビクトリーバイパーどやか出しよっか。ビクトリーバイパーを攻撃教師で召喚、ガーディアンの力を装備させてもらうぞ。そしてカードを一枚セット、ターンを終了してるぜ。行くぞ、私のターン。ドルライマシン3が、フーマシン9が、スイマシン2が、ノータイムで出してくるぜ。ノータイムゲートガーディアン、いつもの。久しぶりに見たこの召喚ムービー。ラッキーストライプせんのかい。そしてかっこいいのか。ゲートガーディアン特殊召喚暴れ回ってるらしいな。貴様の守備力は3400。その戦闘によってモンスター破壊し、墓地を破壊し、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手に与える。分からせます。皆さん準備はいいですか。その戦術は読まれて、皆さん準備はよろしいですか。